チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、大江遥か総長です。はい、ということでですね、今日はこんなにピシッとした格好をさせていただきまして、先日ツイッターの方でも告知させていただいていたんですけど、今日はこの動画で重大な発表がございます。そんなこと言ってきながらいつも大したことないでしょって心のどこかで思ったあなた、今日は大したことある発表です。ということで、この動画を最後まで止めずに、見てもいいけど見てください。はるはなはなはな。それでは重大発表をする前に、本日は特別ゲストをお招きしたいと思います。お願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。NST 新潟総合テレビのアナウンサーの長谷川珠子といいます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはですね、ちょっと名刺交換をさせていただけたらです。こちらです。NST 関係の春香村村長の小林遥香と申します。よろしくお願いします。 NST 新潟総合テレビの長谷川珠子と申します。よろしくお願いいたします。頂戴します。頂戴いたします。頂戴いたします。はるはなはなはな。あ、重大発表ということで。はい、そうなんですよ。ビシッと。そうなんです。ビシッと決めさせていただきましたところで、はい、皆さんお待ちかねのついに重大発表をさせていただきたいと思います。発表します。なんとなんと、私大江遥かと長谷川珠子アナウンサーと、出演する新番組10月からスタートすることになりました。バズタイムズの説明をさせていただきます。新潟のバズりそうな、またはすでにバズっている動画をお届けするというミニ番組になっております。例えば大江村長にリポーターを務めていただく弊社の公式 YouTube チャンネル大好き新潟チャンネルの動画だったり、あと NCT のメンバーにも出演してもらっているガタログですだったり、はい、本当に多岐にわたる動画をぜひ私と大江村長で番組を通して新潟の動画をもっともっと盛り上げていきたいと思ってます。毎週金曜日22時52分からの放送ミニ番組です。初回放送は10月の7日金曜日となっております。なんかやっぱりさすがたまちゃんさんはアナウンサーさんなので、なんかこう抑揚と言いますか滑舌ももちろんですし、本当にとかいいですねそういうの良かったですか。いや、めちゃめちゃなんか刺さりました。さすがだなって、聞き取りやすかったですよね。このバズタイムズで、私は大好き新潟チャンネルのリポーターに就任させていただいたということで、こうバズタイムズでもきっちりとした格好でニュース番組かのような雰囲気でお届けしていきたいと思っています。ちょっと先ほど第1回目の収録だったんですけどね、あるるはすごい私が作りたい雰囲気をぶち壊しているのでそんなことないですよ。とてもなんていうんですか、馬が合うと言いますか、はい、息はぴったりでしたよ。そうですよね。私たちすごくいいコンビになると思うので、春玉コンビ、春玉コンビ、息を合わせて、こっからですね、はい、本当今スタートラインになったばっかりなので、はい、そうですね。なのでたま、ちゃんさんにはもうすでに春玉村村民になっていただきました。もういいんですか。いや、もちろんです。もう認定。もう認定です。いいんです。簡単になれちゃうのなんですか。簡単になれます。でも抜け出すことは絶対にやばい、名前埋まっちゃった。はい、わかりました。じゃあこれからも春香村チャンネルで私を定期的に出演させていただくということでよろしいですか。ぜひお越しください。はい、はるるのファンの皆様、ぜひこちらのファンの皆様、ぜひ私のことも覚えてください。よろしくお願いします。重大な発表があって、今喜んでいただけてるんじゃないかなって思います。目標があるんですよね。はい、目標はゴールデンタイムの1時間番組になることです。夢ですからね、はい、これは。目標は大きく、はい、この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。最
最後まで見てくださってありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録、 Twitter と Instagram もぜひチェックしてね。それではまた次の動画まで。おやすみるかー。